違うのはカラコンとあと眉毛、眉毛が一応ここをコンシーラーで消し取って、ちっちゃい眉毛なんかでキュッてした眉毛にしてもらったんですよ。今日は2公演、来てくださった皆さんありがとうございました。うちは見えてめっちゃ嬉しかったし、薄ピンクの、え、なんかさ、もう私のうちわを持って、あのよくすごい認、なんていうの、認知してるファンの人、あ、たわ、ありがとうございます。ファンの人もう、え、薄ピンクってさペンライトにないですか？私のファンの人結構な高確率で普通の濃いピンクを振っていらっしゃっててそう、私のうちわを持って濃いピンクを振ってくださってるから、そう、どうなのだろうと思って。西尾さん、築城ありがとうございます。お城ありがとう、西尾さんありがとうございます。築城していただきありがとうございます。薄ピンク出せるペンライト探して持ってきました。えー、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。お疲れ様でした、ありがとう。今日もなんかやっぱり2公演はなんかさ、舞台本番中すごいずっとバク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 というか、なんか気張っとる感じやけん、終わった後はふーってなるふーってなります。うん、タワー、ナルドさん、クマタワーありがとうございます。クマ、クマタワーありがとう。なんか昼の部見に行きました、最高でした。嬉しい、見つけました、ありがとうございました、嬉しいです、感謝。目すごいね、え、ほんまに目すごい。あのさ、もうランキング読み終わった後ぐらいに片目だけ撮ろっかな、片目だけ撮って、左右の違いを見てほしい。マジでなんか今もう私結構このカラコンに慣れて見慣れてきたので、なんかあんまり違和感なく過ごしたんやけど、でも片目外して裸眼と比較したらマジで全然違う、瞳の大きさがほんまに違う。そう、エフェクトかと思ったそう、うん、この夜なんか他の演者さんもみんな結構カラコンつけとんやけど、なんか紫とか青とか黄色とかの人が多くて結構馴染んどんよ。なんか
そうキッカさんとか紫なんやけど、紫はなんかもうほんまになんか派手、普段の派手めなギャルの方がつけてても何も違和感ないぐらい結構ナチュラルというかって感じで、でも私のピンクはもうこれはピンクすぎますわって感じでもこの舞台がなかったら一生つけてなかった色だと思うので、そう嬉しいです、この色のねつけるって。そうほんまに今はもうなんともないけど、あのポスターの写真撮るとき、あれも結構前に撮ったんですよ、冬お正月とかぐらいに撮って、その時初めて大きいコンタクト入れたけめっちゃ手こずりました。ほんまに大きい、これ何センチなんやろ、エレンの時は何色、あエレンの時も同じです、もう早替えじゃけコンタクトとか変えれんけ、でもほんまにすごい、何分ぐらいやろ、何分か忘れたけどほんまに2分半ぐらいかな、でシュナの姿からエレンっていうこの姿になるんやけど、もう急いで脱いで引いて着替えて髪ウィッグも変えてみたいな、マジですごい、なんか着替えはまだしもさ、ウィッグがこんなに早くつくんだと思って、マジでプロの技だプロの技だってなる。そうメイクさんすごい、明日エレンの姿で写真を撮ろうと思っているのでお楽しみに。そうなかなかすぐ着替えちゃうけ撮れたらんかったんやけど、明日撮ろうと思ってる。やっぱかゆい、ここなんかさ昨日ちょっとここプクってしとるかゆいみたいな言ったんやけど、これさ蚊に刺されとるわ多分マジで。かゆい、うん、今日誕生日、ひまわりいちごさんお誕生日おめでとうございます、おめでとう、いい名前ひまわりいちご、いいものが合体してるって感じ、おめでとうございます。練り歩きのコースは毎回同じ、そうですね今のところ毎回同じっぽいですね。うん、嬉しい、もっと大声で言ってください、シナの演技めっちゃ良くて感動してる嬉しい、嬉しいです、今日もお疲れちゃんでした、お疲れちゃん、ずっとあのステージ出る前の袖におるとき、本番始まる前もやるけど、始まるあのステージ出るちょっと前までもうずっとレロラレロレロラレロって
レロラレロラレロレロラレロレロラレロって言ってる言ってると思えないぐらいちょっと滑舌がちょっとあれなんですけど、あとセリフを早口で3回ぐらい言うようにしとる。そう、こちらジュラテンペスト連邦国国主レムレテンペスト陛下にあらせられます。これすごくない？カタカナがいっぱいあるんよ。こちらジュラテンペスト連邦国国主、ここが めっちゃ言いにくい。ジュラテンペスト連邦国国主リムルテンペスト陛下にあらせられます。どうかガセリオが取り付けよう。あ、これシュナの水、ステージの時飲んどる。持って帰ってきた、余ったけど、わかりやすいようにここ花を描いています。これシュナって書いてる。今日もビタミン C を飲もうと思います。昨日は結構すごい顔でね飲んでしまったので、今日は顔も意識しながら飲みたいと思います。さて、でも昨日コツをね知ったんよ。私なかなか飲み込めんくて、これをでもこうやって手をつけたら飲み込めることが判明したので、飲みます。まずは2錠。あー、飲めた飲めた。なんかこの辺にいる感じちょっとするけど、よし、この調子であと2個いきます。リズムが大事、テンポが大事。つっちゃつっちゃつっちゃつっ、よ、練習。つっちゃ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 、いきます。うん、あ、これマジで裏技ですわこれ。私ほんまに飲めんかったよ、このなんか酸っぱいやつだけは。でもこうやったら飲める。うん、これ本当にびっくりな発明です。世界不思議発見です。嬉しい、この技を知れて。編み出しましたね私がリズムのみ。そう、やった。みんなに広めたい。え、広めたいです。ほんまに、なんか私みたいに薬の粒をなんかすぐ飲み込めんくて悩んどる人も絶対おると思うけ、そんな人たちに広げていく活動をしたいです。そう、ウケる。トゥトゥトゥルルルルルルルトゥトゥルル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 とかで楽屋では自分の顔見とったけど、こうやって配信にさ映っとる自分のこの目、しかも髪を下ろした状態でこの顔なことが、黒髪でこの顔なことがないので、なんか新鮮。スクショタイムしよう。シュナ、目が乾燥する。ずっとこのコンタクトつけた時
基人なので。普段と違うところは眉毛とチーク結構濃いのと、あとノーズシャドウもね結構濃く、なんか私今までノーズシャドウとシェーディングはほんまにどこの使っても一緒じゃって思っとって、結構適当にポン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 、あの何こだわりなく買い寄ったんやけど、メイクさんにロム&のあのノーズシャドウとここやるやつのなんか茶色い粉みたいな借りたら、それがすごいなんかいい感じになんかシュッてなるやつで、これめっちゃいいって思ったんですよ。今使っとるやつがもうめちゃくちゃ底見えしてるので、次はそれを買おうって思いました。鼻をねシュッと見せるべく、ね、やったー、シナのブロマイド買っちゃいました。やったー、嬉しい、末永くお願いします嬉しい、ほんまにさブロマイドもうグッズ全部ほんまにお気に入り、お気に入りというかなんかレア感がやっぱありますね。こんな派手派手しい紙とカラコンのねグッズは今までなかったので、今まで舞台やらせてもらってもウィッグとかなんかカラコンとかはあんまなかったっけ、そう、目が乾燥してきた。アクスタ地引きしました。お、やるね嬉しい。え、そうなんかさアクスタとブロマイド分からん、なんか写真なんかの写真がランダムみたいな聞いてマジかと思って、アクスタランダムって大変だと思ったんやけど、え、私さてっきりアクスタ2000円とかすると思ってたんですよ。そしたら800円で写真は200円みたいな、そう聞いてなんかあ、え、想像しとったよりお安いと思ってびっくりしたんですよ今日。そうなんかアンサンブルのおんちゃんっていうそう共演者さんがおるんやけどがランダムで買っとって、そう、え、すごいアクスタ40個買ってシナ10体です。じゃあ結構出てるね結構シナだ、結構シナだ、それはだって十何人ある中で4分の1シナだったらいいあれですね、ありがとうございます。
おお、国家試験合格しました、ありがとう。おめでとう。私も国家試験欲しいな。国家試験、国家免許。でも車の運転免許って国家あれですよね。ですね。もういつから運転しとらんなんじゃろ。もう信じられないぐらいしてないけ、ブレーキとアクセルもどっちがどっちか分かんないでも私結構期間空いて運転して、期間空いて運転してっていう、なんか一回一回に期間が空いちゃうけ、毎回ブレーキとアクセルがほんまにちょっとだけわからんくなるんよ。じゃき毎回出発する前に親に、え、こっちがブレーキでこっちがアクセルよねって、あの毎回確認取りよる。目が乾燥する。ね、踏み間違いは絶対しないように気をつけます。じゃあもうコンタクト取ろう。じゃあまず1個取って変貌をお見せします。全然違う、やばい。だって見てください、この色は。なんか片目だけじゃけ、なんか変な感じ、目が。一瞬スクショタイムしよう。あっ、うん、あった。なんか大きい毛さ、マジで取るのも一苦労。そう、全然違いますよね、こっちとこっち。やっぱカラコン大きいと目が大きく見える、なんかパキッとするなって思います。よし、もう片方もやります。よし、すっきり。カラコン取るだけで結構いつもの私。眉毛はまあちょっと違うけど、いつもの私です。ね、シナから地方に変わりました。カラコンピンク外あなたに。カラコンすげえ。え、ね、ほんまにさ、撮るだけで全然雰囲気変わらん。さっきまで結構バキバキだなって感じだったけど、カラコン撮るだけで割と普段の普通のメイクの感じに見える。ね、ほんまに全然違うよね。やっぱね、大事なんですね。気分によって使い分けていきたいね。
目が小さく見えてしまう。え、わかる。なんかさ、一日あの大きいピンクのねつけとったけさ、なんか今すごいなんか白目が多いなんか白目が、白目増えた。カラコンって見え方変わるものなんですか？いや変わらんね。私は変わる、もわっとなっちゃう人もあるんかな。なんか眠くなってきた。テンスラ見に行ってみたい。来てよ明日と明後日東京でやっとって、8月に3に大阪行く。ほんまに X に田辺先生が千穂ちゃんの可愛いイラスト描いてくれてたね。最近最近昨日？なんと、なんということでしょう。終わったらすぐ見に行こう。嬉しい。嬉しい。嬉しい。めちゃくちゃ早く見たい。垂れ目でおなじみの、そう、ほんまに田辺さんめっちゃ垂れ目に書いてくださる音が離れんわ。絶対この手じゃない。のんびり配信ね。もう今日はのんびり配信ですよ。眠いな。基本のんびり配信。いや、ほんまにそう、のんびりしてないことがないですけど、めっちゃーびや失礼しました。
ザーミント。あくび映った。あくびって映るよね。私ももうすんごい映りやすい人だと思う。誰かが近くであくびしてるの見たら絶対ってなる。え、あくびってさ、誰でも出したい時に出せますか？え、あくびって誰でも眠たくなくてもあくび出すぞって気持ちになったら出せます？みんな出せない？私出せますよ。私マジで出せますよ、あくび。え、待って、これ特技にしよう。え、何人かいる。あ、結構出てき、着々と徐々にあくび出せる勢が出てきた。え、じゃあちょっと今からやります。何回もやります。なんかさ、あの照明ができんねん。でも涙が出ると思う。あれ、出ない。あれ出ない。もうちょっと時間が経ったら出せるかも。出せました。出せました。多分20秒ぐらい空いたら出せる。あ、じゃあお礼します。あ、これ見てください。涙ですな。それではお礼をします。お礼をします。20位レイさん、19位キョンシーさん、18位おじゃまるさん、17位20世紀ともちゃんさん、16位宮川和幸さん、15位ミックさん、14位ブルーさん、13位もや太郎さん、12位新潟くんさん、11位ルディエカさん、10位ユリアピースさん、9位ヒロロンさん、8位グリアティーヌさん、7位テリーピーさん、ラッキーセブン。6位レイさん、すごい、同じ人、違う人かな。20位の方と6位の方同じ名前だ。5位東京のスワンさん、4位ダンシンモンキーさん、3位陽一さん、スイスイ。2位ナルドさん、ツーツー。クマ、クマタワーもありがとうございました。そしてそして第1位はピュー、ヒュン、西尾さん、イエーイ。ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう。築城もありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ、やっほー、ありがとう。ありがとうございます。ということで、皆さん今日来てくださってありがとうございました。え、今度さ、時間あるときにさ、なんか1分間で、1分短い、2分間でとかで、どれぐらい何回あくびが出せるかやりましょう。みんなちゃんと興味持ってくれたら嬉しいです。めっちゃ気になる、個人的に。ちゃんとあくび、本当にあくびした時だけ数えます。なんかこれさ、嘘つこうと思ったらつけるじゃないですか、なんか。でも、あの、そう、リアルをお届けします。そうので、やりましょう、いつか。え、さっきまであくび出そうって言ったけど、マジでなんかあくびが出やすくなりましたよ。あ、おやすみ。
おやすみなさい。みんな早く寝てください。